GoTo キャンペーンで世界遺産に行きたいのぜ。日本の世界遺産ってどこか知ってるの？金閣寺と清水寺なのぜ。それしか知らないでどこに行こうというの？というわけで、日本にある世界遺産を一つ一つ紹介するのぜ。今回は第1回ということで、日本で初めて世界遺産になった法隆寺地域の仏教建造物群を紹介するのぜ。法隆寺地域のって法隆寺以外にもあるの？そうなのぜ。実は法隆寺以外にも北地寺という近くにある寺も合わせて世界遺産なんだ。法隆寺の説明をする前に、まずは世界遺産の登録基準について説明するので、登録基準は全てで10つある。そのうち1から6は文化遺産、7から10は自然遺産に適用されるので、1、人間の創造的才能を表す傑作である。2、建築、科学技術、記念碑、都市計画、景観設計の発展に重要な影響を与えた、ある区間にわたる価値観の交流またはある文化圏内での価値観の交流を示すものである。3、現存するか消滅しているかに関わらず、ある文化的伝統または文明の存在を伝承する仏性としてのみの存在、少なくとも稀有な存在、である。4、歴史上の重要な段階を物語る建築物、その集合体、科学技術の集合体、あるいは景観を代表する建筑の見本である。5、ある一つの文化、または複数の文化、を特徴づけるような伝統的居住形態もしくは陸上、海上の土地利用形態を代表する顕著な見本である。または、人類と環境との触れ合いを代表する顕著な見本である。特に科学的な変化によりその存続が危ぶまれているもの。6、顕著な普遍的価値を有する出来事、行事、いった伝統、思想、信仰、芸術的作品、あるいは文学的作品と直接または実質的関連がある。この基準は他の基準と合わせて用いられることが望ましい。7、最上級の自然現象、または、類稀な自然美、美術価値を有する地域を包含する。8、生命進化の記録や、地形形成における重要な進行中の地質学的過程、あるいは重要な地形学的または自然地理学的特徴といった、地球の歴史の主要な段階を代表する顕著な見本である。9、陸上、淡水域、沿岸、海洋の生態系や動植物群衆の進化、発展において、重要な進行中の生態学的過程または生物学的過程を代表する顕著な見本である。10、学術上または保全上顕著な普遍的価値を有する絶滅の恐れのある種の生息地など、生物多様性の生息域内保全にとって最も重要な自然の生息地を包含する。このうち、法隆寺地域の仏教建造物群は、1、2、4、6が該当し、世界文化遺産に登録されたのでちょっと待って。わけがわからないわ。文章が多すぎて頭が飛んだりコーンになりそう。要約すると、登録基準1、人間が作った傑作、人間が作り上げた素晴らしい傑作である遺産に認められる。登録基準2、文化交流、様々な国や地域の間で文化交流が行われてきたことを示す遺産に認められる。交易路や文化、文明の接する場所などにある遺産など、登録基準3、文明の証拠、文明や特徴的な時代が存在していたことを証明する遺産に認められる。登録基準4、建築、科学技術、建築技術や科学技術の発展を伝える遺産に認められる。登録基準5、伝統的集落、それぞれの文化や気候風土に合った伝統的集落が残っている遺産に認められる。登録基準6、出来事や宗教、芸術、歴史上の重要な出来事や宗教、芸術などと関係する遺産に認められる。この6は、通常、これ単体では登録されない。例外的に広島の原爆ドームやアウシュビッツ絶滅収容所は、負の遺産、というカテゴリーで単体で登録されてる。なるほど、法隆寺だと1、2、4、6が登録されているけど、1、作った人の才能すげえ、個人の塔すげえ、見た目からして傑作っしょ、2、7世紀8世紀の飛鳥文化の調査、4、当時の最高峰の建築技術の調査、6、日本の仏教が始まったことの調査、大体こんな意味合いって感じかしら。大体合ってるぜ。具体的には、世界遺産センターの翻訳だと書きのような感じで登録されたみたいだ。1、法隆寺の建造物文化、木造建築としての構造、廃棄量観点から傑作である。2、道建造物文化仏教伝来直後の仏教建築物で、日本の宗教建築に深い影響を及ぼした。4、道建築物群は、中国文化への順応、日本の寺院建築の配置、および、結果的に日本独特の様式を確立した代表的な例である。6、日本への仏教の輸入、および聖徳太子の仏教奨励が、同地域への仏教の浸透に際立った特徴を示している。建造物の歴史や特徴ってどうなってるの？法隆寺は、7世紀初期に創建が始まり、現在の伽藍は西院及び東院と古院群で構成されている。西院は7世紀後半から8世紀初頭にかけて再建され、東院は8世紀前半に建設された。西院の主要建物である金堂、五重塔、中門、回廊は、中国や朝鮮にも存在しない初期の仏教建築様式である。両院の他の主要建物は主に8世紀から13世紀に建てられた。両院の周囲にある古院は12世紀頃に建築が始まり、次第にその数を増やした。
17世紀から18世紀にかけての建物も多い。日本の仏教寺院建築の変遷を伺うことができる文化遺産が集約されている。10世紀にわたって周囲が建築され、日本独自の建築様式なのね。ただ個人的には三元尊通か消滅しているかに関わらず、ある文化的伝統または文明の存在を伝承する仏像が採用されていないのが謎だな。当時の伽藍の発掘とかも行われて、非常に重要な考古学的価値もあるっていうのに。ここが採用されてないのはわかるけどね。お寺だから伝統的な集落や土地利用の一環ってわけじゃないもんね。まあユネスコってのは曖昧な存在だから、この辺の基準なんて適当なのよ。あんなもん、金さえ積めばなんとでもなんて。軍艦島だって K 国から散々イチャモンをつけられて、霊夢。それ以上言うと発酵食品にされてしまうぜ。そんなものこっちから願い下げよ。それより法隆寺は法隆寺、調べてみたら、日本の世界文化遺産の中でも登録基準の数で考えるとぶっちぎりの価値があるものよね。こと京都の文化財だに、4、こと奈良の文化財だに、3、4、6、金山寺の霊場と三景堂も、2、3、4、5、6つのうち、4つが登録されているのは、すごく少ないし、あの京都なんて3つしか登録されてないのね。京都が2と4だけっていうのは明らかにおかしいと思うんだ。それは京都の会でみっちりと申し上げたい。見た目がすげえっていう基準の1が採用されているのは、日本だと法隆寺、厳島神社、日光の社寺しかない。海外の世界遺産審議会のジャッジたちの目は血穴だな。きらびやかなものしか評価できない海外のジャッジからしても、法隆寺の見た目は飛び抜けて素晴らしいってことなのね。そうなんだよ。世界最古の木造建築としてだけではなく、法隆寺及び法起寺という素晴らしい古代建築は日本で数少ない見た目を評価された世界遺産ということになる。その法起寺っていうのは初めて聞いたけど、どういう建物なのかしら。霊夢。その読み方は間違いなのぜ。だいぶ大きな間違いで指摘すら避けたいので、法起寺、法起寺もしくは法起寺は、奈良県生駒郡三軽町岡本にある聖徳宗の寺院、古くは岡本寺、池後寺、池尻寺、とも呼ばれていた。創建当時の建築で現存するものは30の塔のみだけど、飛鳥時代の建物が残っているのはすごいことなんだ。建築様式の点からも、法起寺塔を享運3年、706年、頃の完成というのは妥当とされている。高さ24メートルで、30の塔としては日本最古なんだ。30の塔で日本最古って、知らなかったわ。法隆寺に行こうとしたら多くの人はスルーしそうよね。他にも、この地域には、大高寺、法起寺、法輪寺という3つの寺がある。法輪寺に現存する30の塔は1944年、昭和19年、雷火で焼失したんだ。1975年、昭和50年の再建であるため、世界遺産、法隆寺地域の仏教建造物には含まれていないんだ。近隣の法隆寺、法起寺の塔と共に猿が三塔と呼ばれ、7世紀末頃の建立と推定される貴重な建造物であったんだ。何それ、黒い三連星みたいで超かっこいいじゃないの。現存してたら間違いなく世界遺産だったわよね。悔しいわ。そうなんだ。みんな世界遺産法隆寺というイメージだけど、実はこの地域は仏教文化の花開いた貴重な文化財が多く、ぜひ一日かけて回ってみるといいのぜ。中宮寺っていう法隆寺に隣接する聖徳太子ゆかりの天寺もあるから、そこもおすすめよ。霊夢は天寺にでも入って煩悩を浄化する修行を積んだ方がいいのぜ。南妙法蓮華経、南妙法蓮華経、南妙法蓮華経。霊夢。南妙は宗派が違うのぜ。しかもいろいろと荒れるのぜ。荒いけない。ここは別のご本尊様だったわでしょう。とにかく、法隆寺の話に戻るので、金堂、五重塔を中心とする西院伽藍と、弓殿を中心とした東院伽藍に分けられる。境内の広さは約18万7千平方メートルで、西院伽藍は現存する世界最古の木造建築物群である。ここまでは常識よね。他に知られざるエピソードはないの。金堂は1949年、解体修理中に火災が発生したのぜ。え、法隆寺金堂壁画といえば超貴重な文化財じゃないの。誰よ、燃やしたのは。一説によると、模写中の石の電気座布団が出火原因ということだ。何それ、千年以上守られてきたものが、たった一人のおっさんのせいで燃えてしまった。どういうことよ。70年も前のことなので詳細は明らかではないんだ。とはいえ、これがきっかけで文化財保護法ができて、日本人に文化財保護という概念ができんだ。今日まで文化財が守られてきたと思った方がいいのかもしれないな。あんまり納得できないけど、そう思うようにするわ。さて、これで法隆寺地域の仏教建造物群についての説明は終わりにしよう。正直、法隆寺関係の動画はいっぱいあるので、世界遺産という観点からの説明となったので、他にも喋りたいことはいっぱいあるんだけど、尺の関係上、だいぶ省略してたのよね。日本で最初に登録された世界遺産、法隆寺地域の仏教建造物群なんだけど、サイトによっては群を抜いた日本語表記も多いので、でも、今回説明したように、英語名がモニュメンツという普通形であり、イカルガ教地域の建築群という扱いなので、もし見に行った時には他のお寺や建築物も合わせてみてほしい。並びは他に、こと奈良の文化財、紀伊山地の霊場と三景堂、と他に2件も世界遺産が登録されているからおすすめよ。こと奈良の文化財、と、法隆寺地域の仏教建造物群。
は別々に登録されているから注意なので、場所が離れているし、送られた時代も違うからなので、それではご視聴